なぜ貴様がこの部屋にいる？そしてなぜ髪型が変わってる？主人公のマッシュっていうキャラクターがいるんですけど、彼自身がかなりこう平坦な感情線をしている、いわゆるちょっと落ち着いたキャラクターなんですよ。でランスもかなりこう落ち着いてるっていうか、あのクールな印象を与えるようなキャラクターなんで、そこであまりこうキャラクターとしてのラインが近すぎるとどっちが喋ってるのか分かんなくなっちゃうかもなっていうところもあって、ランスのクールさとマッシュのクールさはやっぱ違うように演じたいなっていう風に、より冷たいみたいな印象を与えながらも熱のギャップをより大きくそのランスはしたいなと思いながら演じていました。その心の中にこう何かを守りたいとか、守らなきゃいけないとか、戦わなきゃいけない理由みたいなものをより大きく捉えるみたいな気持ちで、はい、演じさせていただきました。さっき小耳に挟んだんだが、レアンの奴らがアドラを中心にコイン狩りをしているらしい。そうです、やっぱ主人公のマッシュの圧倒的筋肉の爽快感っていうのは一つ見どころなんじゃないかなと思いつつ、マッシュがこう今まで作り上げてこなかったその友情とか、そう絆とか、そういったものが学校生活の中でこう徐々に形成されていくところ、今までこうマッシュはこうおじいちゃんのためにっていうところが多かったところで、こう学校生活をやっていく中でこう徐々にこうみんなのためにっていう風な気持ちの変化も生まれてくるっていうところに注目していただきたいなっていう風に思います。そろそろ始まるかもしれないな。レアンの中枢を担うマギアルプスとのコイン争奪戦がな。